ちゃかと、しばと、ゆわと、そうしますよ、ゆわると、めしめがれだ。さすがに知らない人はもういないと思うんですけれども、はいまあ、ヒカキンさんとかの動画でね、我々がチームコカ・コーラの一員にね、任命されてしまったわけなんです。ありがとうございます。ありがとうございます。我々ね、チームコカ・コーラの一員として東京2020オリンピックを盛り上げていくわけなんです。どうですか、ケチャさん、東京2020オリンピックアンバサダーに選ばれた気持ちなんか。慣れた、やったとかじゃなくて、ね、え、慣れるのみたいな。信じられないことがでかい。そう、だからもう驚きのがでかい感じですね。でですね、今コカ・コーラではアイスブレイクチャレンジキャンペーンというものを開催しているわけなんです。コカ・コーラのラベルにですね、QR コードがありまして、まあ、それを読み込むことによってスマホ画面に氷が表示されてですね、はいはいはい、その氷をベベベベベってタップして割ると氷のコカ・コーラボトルとかいろんな景品を獲得できるらしいです。タップなの？で、まあ、そのスマホでベベベベベって氷を割るキャンペーンもあるんですけれども、実際にね、リアル氷をぶっ壊すイベントもやっておりまして、はい、まあ、それアイスブレイクチャレンジっていうんですね、まあ、そのイベントが開催されるわけなんですよ。ご察しの通り、僕たちも今からやらせてもらうんですけれども、はい、どういうイベントかと言いますと、まあ、ピコピコハンマーとかね、スコップとか抽選で引いたアイテムを使って制限時間内に氷をカカカカカカって割って取り出してたら嬉しいっていう。嬉しい。嬉しい。あー、違った。この氷すごくない？このサイズやばいよ。これやばい。めちゃくちゃ今日暑いのに背中だけすげえひんやひんやし、本当だったら東京でそういうイベントがあるんですけれども、まあ、今回我々はですね、特別に愛知県で、はい、こんなでっかいコップを持ってきてもらって、ね、今からこのアイスブレイクチャレンジをして中にあるコカ・コーラをゲットしていこうというところでございます、はい、これすごいよね、嬉しいよ。これはやばい、文系理系で買ってくれて、この分離コンテンツがコカ・コーラさんに認められないとこんなもん作ってますね。ね、まあ書いてありますけど、今日はね、まあ赤いかっこいい服を着ている理系と、まあ白い赤いかっこいいと白ってなんだよ。ついに来ましたよ。来たよ、こんなもん。納金の貸したから。バカの貸したから。がむしゃらに行く。いやでもこれだから。まあ一応でも、ちょっとだけでも頭を使うように、特別ルールは今回は用意させていただいております。1人30秒しか持ち時間があります。30秒、なるほど。で、くじで引いたアイテムで氷を壊して、コカ・コーラを取り出していただきます。なるほど。ただですね、僕からなんで、ハンマーとかね、すぐ割れちゃうやないかいっていうアイテムだけじゃないんですよ。もう本当にクスみたいなアイテムもあるので、クスみたいなアイテム、まあ、そこは運ゲーでございます。順番は決めてもらって、はい、はい、とにかく30秒の3人の1分半の間にどっちが先にドターンってできるかという対決でございますね。それに勝った人はご褒美として氷のコカ・コーラボトルでコカ・コーラを飲むことができます。おお、すごい。あれね、この炎天下にはぴったりだ。もう最高じゃないですか。いや、気持ちいいと思いますよ。飲みたいわ、それは。じゃあ、飲みたいんじゃないですか。ゲップができない体質なもので炭酸苦手なんですよ。だからうちにこれやめます。違う、俺はほんと炭酸がちょっとね、体質的に飲めないので、勝ったら氷食います。じゃあ一回ね、まあ、どんなアイテムがあるのか見てみますか。はい、おかちゃん持ってきて。おかちゃんって言わんでいいだろ。うさくさんの名前を。なるほど。ねえ、これはさないようなもんやん。これやばいでしょ。待て、ね、俺とか違う、これは違う。え、これつけてこう、あーー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 ー
氷が柔らかくなるんで、あとは焼いた時にあの美味しい氷になります。これはですね、じゃがいもの皮とかが簡単に剥けるようになるってやつでございます。そうなんだ。あーすごい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 安い。あそうなんだ。そう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 、お母さんがかかとをこれで隠したとしてないない、あったよ、あったよ。うるさかったです。買いだろ。じゃあまず文系チームから聞いていただきたいと思います。はい、哲也くじ下手だからな。本当に下手くそだからな。えいやー、もうシンプルにこれです。はい、僕は聞いたのはスコッポーテクワー。えらい、ナイスが、それはえらい。トシちゃん、私行きます。僕が聞いたアイテムは魂。いやこれもやばい。トシちゃん、哲也頼むよ。行きます、せーの、ベベン、ゴムテープ。やばいやばいぞこれ。これどうなんだ、いやもう願うしかないぞこれは。ねディアンデイ、これはい、しばちゃんこちら、ミニキズチ。うわー、いやこれはね、よく使える使える、やばいやばい。私こちら、ピコピコハンド。イエーイ、一番パワーあるやつがこれだからな。やべえって。いきます。はい、ダワイ。やばい、今のは強いじゃん。勝ったぞ、勝った。では皆さんこのね、上にお上がりくださいませ。はい、てなわけで、はい、文系チーム先攻は出ちゃったんじゃないですか。僕がこの氷を浅くします。あ、なるほど。私たち先攻はすごいので、
おぉ、まあまあ、ダメよ、まあ、もうこれで破壊するしかないからね。それではいきます。順慶 VSCK アイスベリーチャレンジ、よーい、スタート。俺なんかしたことない、はい、寸分の狂いは聞いてないじゃあ2番で夢丸さん、はい、どうしますか。もうひたすらこう掘るしかないですね。我々はちょっとリードしますんで、はい、今ここで余裕のね、ダメプラダメプラ任せろ。早上がって、これで追いついたら倒してあげたの。倒したいけどやばい。いきますか。はい、ウエスリケアリスペクチャレンジ、はい、よーい、スタート。いけいけ、はい、めっちゃいい、めっちゃいい、ストップだ。もうちょい強いスコップ用意してください。これ2回目ぐらいでもう曲がっちゃいました。私もちょっとピコピコハンマーが使わないでもらっていいですか。何するの。もうちょい強いピコピコハンマーお願いしますよ。勝負は3番手かわしてください。かわし勝負だよ。それじゃあアンカーかわしてあげて、よーい、スタート。どっちがね、進んでるかどうでもいい。割れてねえもん。割れてない。関係ない。アイスレイチャレンジ、失敗。終わり。今回この動画はこれで終了でございます。嘘だろ、マジだろ。激しゃばすぎてやばい。ダメだって。待てい。え、やりましょう、もう一回。何、おかちゃんに土下座する。おかちゃんに土下座してもないよ。じゃあ仕方ないですね、こんなに不甲斐ないと思わなかったんで、はい、さっき置いてあったアイテム、好きなものどれでも一個使っていいんで。え、で30秒上げましょう。あ、だけもう次1回です。受け継いでやりますか。僕はパワー的に欲しいです。はい、なるほど。こちらで、ね、パワー的に勝負。よく、なるほど。何をチョイスしましたか。僕が持ってきたものはこちらです。でん、イエーイ。いや、でもこっちがもういいかも。こっちやと思う。僕が持ってきたのはこちら。肉叩きでございますよ。これ削れるからね。削ると叩く両方あるから。やれるよ。さあ、じゃあ投げの1回いきますか。それでは、はい、の受け入れしていきます。チャレンジ、よーい、スタート。いったいけ、さっきの、さっきの続け、頑張って、だね、全然だね、短すぎてここがここに当たっちゃうから。あー、なるほど。いやでもね、終わりなんで。え、え、え、こんなにやったのに。いや、これもう一回もう一回もう一回、立てーい。下手かよ。作業的か。なんで引き分けだったってのにもう一回やったら負けるとでも思うのか。なんだと、ここで下がったら負けを認めてるようなもんじゃないか。仕方ない、受けてやったってもいいかな。めっちゃ痛いよ、二人。その男たちはこっちに渡してもらうぜ。え、嘘だろ。新しい武器持ってこい。一回使ったものは使えないのが鉄則だろうが。こんなバカな、まあ、こっちはもちろん金づちでございました。こっちはなんとな、マジでこれしかなかった。本当に何もなかった。割って取り出してほらいって言った人が出るまでやります。あ、秒数出してね。それでいきます、最後ですね。いいぞ、お前の吐息で溶ける準備。一発一発にこれ気持ちを込めるスタイルでいくよ。ラスト1回、ラスト
りのコカ・コーラボトルで美味しいコカ・コーラを飲ませていただきます。すごいね、それ。すごくない？これすごい。どうやって作る？でもこれもね、色変わるし、この挑戦をしたおかげでこのキンキンに冷えてるマークで飲めるというわけで、はい、まあ、どうせ飲めないんだけどね。おい仕方ないでしょ、旦那さん飲めないんだから。この音よ、この音。まあ、共に戦った仲間ということで、はい、乾杯乾杯乾杯。めっちゃ美味しいでございます。超美味しい。ほんとこうやってリレーで繋いで協力した感じ、次俺も熱くなったし楽しかったし、ほんまありがとう。そういう男がいる。ありがとう。ライブやったほうがいい。これは我々の熱いハートがですね、はい、この YouTube 越しに皆さんにとってですね、俺も氷割りてーと、このイベント楽しそうと思ってね、いただけたらぜひイベントに参加していただけたら嬉しいでございます。はい、はいはい、というわけで最後にチームコカ・コーラからのお知らせです。コカ・コーラは聖火ランナーを募集しております。合コンアプリを使った応募方法の詳細は概要欄に書いてありますので、ぜひ読んでみてください。僕たちが参加しているチームコカ・コーラの YouTube チャンネルの登録、 Twitter のフォローよろしくお願いいたします。こういう僕らの動画をきっかけにして、皆さんが聖火ランナーになったりしたらね、本当に僕らも嬉しいので、日本を盛り上げるという意味でもね、皆さんも僕らと一緒に楽しんでやっていきましょう。はい、はい、ということでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。